ガインダ港とは、ネパール中南部、ルンビニ県のナワルパラシ群に位置する都市である。英語名称は、ゲインデコとミューニセパラティである。ガインダ港都市は、2014年5月に、当時のムクンダプル、アマラプリ及びガインダ港と村の合併により、編成された。マウラカリカ寺院から見た、ガインダ港と町の風景ならやにの岸辺に位置し、 川の南側には、ナラヤンガートの町がある。ナラヤニプルは、ガインダコートとナラヤンガート、そして、ネパールの東西を結ぶ、大動脈である。ガンジス川の上流の一部でもあるナラヤニ川は、地域住民の生活や、宗教の面でも欠かせない、ネパールの大きな川の一つである。ガインダコートには、ネパールで、唯一の生死工場。 ビルクティパルプ製紙工場の大企業と小規模の繊維産業、退屈な産業、金属産業とガス補充の産業がある。ビルクティパルプ製紙工場は1986年に中国の支援によって建設された。なお、同工場は2011年末時点で閉鎖状態である。農業が主な産業で米、小麦、マスタード、トウモロコシ、 ジャガイモ等の季節を超えた作物が栽培される。主な教育施設や病院がなく、大学や高等学校や病院は、バラトップルが頼りの町である。ガインダコートに高校が1校といくつかの小中学校がある。海面から約150メートルの標高に位置するガインダコートは、北西側は山に囲まれている。マウラ山の頂上に、全国的にも有名なマウラカリカデラがある。 マウラ・カリカ寺院は、ヒンドゥー教の女神の寺院で国内外の参拝者は一年中、訪れる。2010年に、ネパール初代大統領のラームバラニアーダブが、マウラ・カリカ寺院の参拝に訪れた。ガインダコートは1950年頃までジャングルで、サイが生殖していた。ネパール語で、ガインダは、サイのことを示す。コートは、生殖地、または、家のことである。最近 マウラカリカ寺院の参拝に訪れる観光客が年々と増え、ガインダコートを観光地としての登録の動きがある。工場の排水、汚染水が処理せずに大量に、奈良屋に川に流され、川の生態系の破壊と、大気汚染の環境汚染問題でビルクティパルプ製紙工場が過去に地域住民と国内外の環境自然保護団体から批判されたことがある。 ありがとうございます。